はい、今回はスクラッチで横に長い背景というのをテーマにコードを解説していきたいと思います。はい、まずは今回作るものを見ていきたいと思います。右矢印キーを押すとずっとですね、背景をスクロールしていきます。はい、このように赤い絵から青い絵で、また左へ矢印キーを押すとまた赤い絵に戻っていくというような形で、こうスクロールしていきます。で、池があって、ここにキャラクターがいて、キャラクターに触れると何かキャラクターが話す。で、またここでスーパーマーケットが出てきて、まあ、ラーメン屋が出てきて、ハンバーガーショップになるというようなですね、まあ、このような形で、長い背景をどのように、スクラッチで作っていくのかというところを解説していきたいと思います。背景のスクロールに関しては、以前の動画で2つの背景を組み合わせて順番に出していくことでスクロールするというのをやったんですが、まあ、その応用というように捉えていただければと思います。これからもですね、いろいろなコードの解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では作り方の解説をしていきます。はい、ではまず新しいプロジェクトを開いていただいて、まず背景を作っていきます。で、背景はここのステージに書くのではなくて、ここに書いていきます。で、スプライトを選ぶではなく、この描くですねを描いて、で、今回まず分かりやすいように、はい、ここにですね、四角を4つ作っていきます。四角の背景ですね、このような形でちょっとギリギリで作ってほしいんですけど、はい、このような形で、まずは紫の背景で、ここに分かりやすいように、はい、白色で1というふうに書いておきましょう。で、これをぐーっと大きくしていきます。はい、これを1つ目の背景、これ00にすると中心にあります。はい、こうですね。はい、で、同じように、234という形でこれを複製して、はい、色は少しこのような形で、はい、2と、はい、で、同様にこのような形で、3、4、今回は一旦4つの背景でスクロールをしていきたいと思います。ではこの1、2、3、4をどのようにスクロールさせていくかというところをコードで書いていきます。はい、ではまずイベントで旗が押された時に、はい、今回はクローンを使っていきますので、まずデフォルトのものはオリジナルは隠しておきます。で、今回クローンに番号をつけたいので、はい、変数でですね、変数を作るで ID という変数を作りましょう。で、このスプライトのみにチェックを入れます。はい、で、 OK で、この ID をまずは0にしておいて、で、今回4つクローンを作りますので、制御で何々回繰り返すので、ここを4回繰り返す。で、変数の ID を1ずつ変えて、イベントで、制御ですね、自分自身のクローンを作るという形で、これでID が1から4まで割り振られたクローンが作れます。で、ここからクローンされた時のコードを書いていくんですが、その前に1つ変数を作ります。で、変数でスクロール X という変数を作ります。で、これで OK を押して、で、もう一つですね、旗が押された時というのを作って、スクロール X を、はい、-480にする。-480にする。で、ずっと、はい、もし、調べるで、右矢印キーが押されたら、スクロール X をマイナス5ずつ変える。
で、これを右クリックで複製してここに入れて、左矢印キーが押されたらスクロール X を5ずつ変えるというふうにしましょう。はい、でここにちょっとですね、はい、何々秒を待つというのを入れて、0秒を待つというのを入れておくと綺麗に動くので、このようにしておきます。はい、でこのスクロール X というのが何かというのをちょっと解説していきたいと思います。まずこちらを見ていただきたいんですけど、1,2,3,4 という4つの背景がこのように、ここが画面になっているんですけど、画面の右側に並んでいるというふうに想像してください。で、画面の右側に並んでいる時のこの画面の中心というのをスクロール X というふうに置きます。で、ここの場所がスクロール X が0ということになります。で、今回のコードではこの赤い丸がここに紐があるように想像してもらって、これをですねずっと横に引っ張っていくっていうのを想像してください。こうずっと引っ張っていく、引っ張っていく、で引っ張ってスクロール X がここに来た時にパコッとこの画面の中に1が入る。でここまたぐーっといって、ここで1と2の境目が真ん中らへんに来て、ここで2がパコッとはまるっていうような形ですね。このスクロール X というのがどこにあるかっていうところで、今背景がどこを表示しているかというのが分かるようになっています。でこれをもう少し詳しく言うと、はい、こうですね。はい、ここの時がスクロール X が0でしたと。でこれをギューッと左に引っ張っていくと、ここにスクロール X が来た時にカポッとはまるんですけど、この時はスクロール X はマイナス480になります。さらにぐーっと引っ張っていくと、マイナス720の時にこのように1と2のちょうど境目が真ん中に来るようになって、で、さらにマイナス960まで引っ張っていくと、2がカポッと入るというような形で、どん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 スクロール X を小さくしていくと、3番4番という形で、背景がですね表示されていくという、これがスクロール X というものになります。はい、それをベースにですね、クローンされた時の、動きを作っていきます。はい、でクローンされた時にずっと、はい、で、ここでまた一つ変数を作ります。で、中央、はい、という変数を作って、このスプライトのみにチェックを入れてください。はい、で OK で、はい、でこの今作った中央というのを、はい、演算で、掛け算を使ってマイナス480かける ID にするというふうにしてください。でこの中央というのは何かというと、例えば、この1の中央というのは、1がここの真ん中にスポッと入った時、これはマイナス480っていうのを中央とします。で2がカポッと入った時はスクロール X がマイナス960なので、中央をマイナス960というふうにするようにします。はい、これが中央ですね。で、ここにもし、はい、でここでですね、演算で、かつというのを使って、はい、ここから少し難解なんですけど、これとこれをここに入れてですね、はい、スクロール X の範囲を決めます。はい、でスクロール X が演算でこっち引き算と足し算を入れて、こちら側中央から480小さな値、こちらが中央から480大きな値、はい、でスクロール X がこの値の間にある時ですねに動きで
X 座標 Y 座標を、 X 座標はこれも引き算を使ってスクロール X から中央を引いた値、これは裏を返すとスクロール X に 480×ID をかけたものを足すという言い方にもなります。で、見た目でコスチュームを何々にする、で、これを ID にするということです。この ID というのは1234だったんですけど、この ID イコールコスチュームが1というのは何かというと、コスチューム番号なのでこれが1ということになります。はい、で表示をする。はい、でなければ、そうですね、ここを少しこちらに変えましょう。もし何々ならでなければに変えて、こうですね、はい、こちらに変えて、でなければ見た目で隠すというふうにしてください。こうですね、少しですね、難解なコードにはなっていますが、一つ一つ見ていくと理解できると思います。では、変数でスクロール X だけ残して旗を押してみましょう。はい、で旗を押すと、ちょっとスプライト、これを最前面に持っていきましょうかね。はい、見た目で最前面に移動するを押すと、はい、こうなりますと。はい、で、この最初にマイナス480になっているときは1がカポッと入っているという状態になっています。で、これをずっとですね、右矢印キーを押すと、こういうふうにスクロールをしていきます。で、スクロールをしていって、はい、はい、960、マイナス960の時に2がカポッと入る。で、こっからぐーっといって、で3が出てきて、このまま4が出てきてという形で、で左を押すと逆にスクロール X はだんだん大きくなってきて、また3、2というふうに見えてくるというような形になるというのが今回のコードになります。ではですね、この1234というふうに今書いてるんですけど、これを実際の背景にしていきましょう。はい、では今回はこのような横長の背景を考えていきましょう。で、ここを、まあ、猫が歩いていくというようなことを考えていきます。で、この背景を、はい、このようにですね、4つに切ります。はい、こういうふうに4つで切って、ここが先ほどで言う1234というような形で背景を作っていきます。はい、でそれをまあコスチュームに描いていくんですが、今回は元からですね、用意してあるコスチュームがありますので、ちょっとそれをバックパックから取り出したいと思います。はい、このような形で1234という形で背景を用意します。で、背景を用意すると、旗を押すとこのような形になって、こういうふうにスクロールがされていくという形になります。じゃあここで、猫も、同時に動かしていきたいと思いますので、猫はですね、この一定の場所にとどまって足を動かしているだけで、歩いているように見えますので、コードを書いていきます。はい、では旗が押された時に、まあ、最前面に移動する。で、大きさは、今回 60% くらいまで小さくします。はい、で、表示をする。はい、で、X 座標 Y 座標を、もうこれはですね、固定してしまって、X を今回マイナス110にして、 Y をマイナス135でもしておきましょう。で、この回転方法を左右のみにするというのを入れておきます。で、表示をして、その後ですね、制御でずっと、はい、もし調べるで右矢印キーが押されたなら、はい、動きで90度に向けると。はい、で、そうですね、最初に90度に向けるようにしておきましょうかね。はい、90度に最初に向けておきましょう。はい、で、これを複製して
左矢印キーの時はマイナス90ですね、はい、に向けるというふうにしておきましょう。で、足をバタバタさせたいので、はい、もう一度旗が押された時に、はい、ずっと、はい、もし、ここでまたはというのを使って、はい、でここにですね、調べるで、はい、右矢印キーが押されたまたは左矢印キーが押されたなら次のコスチュームにすると。で制御で、はい、0.2 秒待つというふうにします。そうすると旗を押すとこうですね、このようにテクテク歩いている、左親指を置くとこうですね、左右にこのように動けるというような形になります。で最後に、ここの途中にですねキャラクターを置きたいと思います。で今回はスプライトを選ぶから動物の中のこのペンギンを選びたいと思いますが、このペンギンをですね途中に配置して、この、猫が接触すると何かセリフを発するというようなことを書いていきたいと思います。はい、ではですねこのペンギンもイベントで旗が押された時に、はい、まずは隠しておきましょう。隠しておいて、まずはこの一番右端でスタンバイしておくようにしましょう。はい、動きで X 座標を、はい、240にして、 Y 座標をマイナス130にして、はい、で大きさを見た目で、はい、50% にして、はい、で、90度に向けるというふうにしておきましょう。で制御でずっと、はい、でこの、ペンギンが現れるところもスクロール X で制御していきます。はい、制御でもし何々なら出なければというのを使って演算でこのカツを入れます。でここに、はい、スクロール X の範囲を書いていきますが、はい、このスクロール X がですね、はい、マイナス1000より小さくてマイナス1480より大きい時に、このペンギンを表示するというふうにします。で、見た目で表示をすると、はい、で、もし右向き矢印キーが押されたなら X 座標を何々ずつ変える、でこれをマイナス5ずつ変える、はい、で0秒待つ。で、これを複製してここにもう一個入れます。で左矢印キーが押された時は5ずつ変える、はい、で0秒待つ。で出なければ隠すというふうにします。はい、全体を見るとこうですね。はい、でさらにまたイベントで旗が押された時というのを使ってずっと、もし調べるで何々に触れたならというのを入れて、猫ですね、スプライト1に触れたなら
見た目で何々という2秒言うにしますかね。はい、こんにちは、何かお探しですかと2秒言うというふうにしましょう。そうすると旗を押すと、はい、まあ、この時にはペンギンがいませんと。でずっとスクロールしていって、はい、このスクロールの値見ておいてほしいんですけど、これがマイナス1000になると、ここですね、1000を超えるとこのように、はい、ペンギンが出てくると。でこれずっと出てくるんですけど、右矢印キーを押してる時にはマイナス5ずつ変わっているので、このように、はい、一定のところにへばりついているように見えると。左矢印キーを押すと右方向に行くので、これで背景にへばりつくようになっているということです。こうですね。でぶつかると、こんにちは、何かお探しですかというふうに言うというような形になっています。はい、こうすると消える。でこういくとまた現れるということですね。はい、このような形でいろいろなキャラクターを配置して、いろんな仕掛けを作っていくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、今回はこちらでコードの解説は以上になります。これからもですね、いろいろなスクラッチのコードの解説をしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。